こんにちは。今日はダイソーのリサイクルコットン、シェルピンクを使って円形モチーフから編むカーディガンを編んでいきます。使うかぎ針は7号です。まずは輪の作り目の中に鎖編み3目で立ち上がりです。1、2、3、鎖3目目にマーカーをつけておきます。そして長編みを15目編みます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15目編めましたら糸端を引き絞ります。そしてマーカーの目に針を入れて引き抜き編みです。これで1段目が編めました。鎖編み3目の立ち上がりを含めて16目になっています。こちらの糸端はとじ針で処理しておきます。次は2段目鎖3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。隣の長編みに長編み、鎖が2、隣の長編みに長編み、その隣の長編みに長編み、鎖が2。これを繰り返して編んでいきます。長編みが1、長編みが2、鎖が2、長編みが1、長編みが2、鎖が2。このようにして最後まで編んでいきます。最後まで編んでいきましたら、最後は鎖が1、そしてマーカーの目に細編みでつなぎます。次は3段目鎖3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。同じ穴に長編みが1、立ち上がりと長編みを飛ばして次の穴に長編みが2、鎖が1、同じところに長編みが2、長編みを2目飛ばして長編みが2、鎖が1、同じところに長編みが2。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。最初の穴に長編みを2目編みます。そしてマーカーの目に細編みでつなぎます。これで3段目が編めました。次は4段目鎖3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。同じところに長編みを2目編みます。そして長編みを4目飛ばしてこの鎖編みの穴に長編みを3目編みます。鎖が1、同じところに長編みを3目、長編みは全部で6目入りました。
次の鎖編みの穴に同じように長編みが3、鎖が1、同じところに長編みが3。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、最初の穴に長編みを3目、そしてマーカーの目に細編みでつなぎます。これで4段目が編めました。次は5段目、鎖1で立ち上がって同じところに細編みを1目編みます。細編みの頭にマーカーをつけておきます。鎖編みが4目、長編み3と長編み3の間、長編みを1目編みます。鎖編みが4目、長編み3と長編み3の間の鎖編みのところに細編みを編みます。これを繰り返して1周編んでいきます。鎖が4、長編み、鎖が4、細編み、最後まで編んできましたら、マーカーの目に引き抜き編みです。これで5段目が編めました。次は6段目、この鎖編みのところに引き抜き編みをして、ここから鎖3目で立ち上がりです。マーカーをつけておきます。同じところに長編みを4目編みます。4目編めましたら、次の穴に長編みを5目、長編みが5目編めましたら、次の穴に長編みを5目。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできました。マーカーの目に引き抜き編みです。これで6段目が編めました。次は7段目、鎖3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。さらに鎖編みが1、そして長編みを1目飛ばして次の長編みに長編みを編みます。鎖が1、長編みを1目飛ばして次の長編みに長編み、鎖が1。次は隣の長編みに長編みを編みます。鎖が1、1目飛ばして長編み、鎖が1、1目飛ばして長編み、鎖が1。次は隣の長編みに長編み、鎖が1。これを繰り返して最後まで編んでいきます。最後まで編んできましたら、最後は鎖1をせずに細編みでつなぎます。これで7段目が編めました。次は8段目、鎖3目で立ち上がって鎖3目目にマーカーをつけます。同じところに長編みが1、そして鎖編みを1つ飛ばして2つ目の鎖編みのところに長編みが2、鎖が1、同じところに長編みが2。これを繰り返して編んでいきます。次の穴を飛ばしてその次の穴に
長編みが2、鎖が1、同じところに長編みが2、1段目最後まで編んできました。長編みを2目編みましたら、マーカーの目に細編みでつなぎます。長編みが2、鎖が1、長編みが2、この模様は1周で24回になっています。次は9段目、4段目と同じです。長編み2のところが長編み3に変わります。模様は24回になります。そして4段目が編めましたら、5段目、6段目、7段目と繰り返し編んでいきます。9段目、10段目、11段目、12段目と編んできました。7段目の模様と同じ模様で終わっています。こちらの編み終わりから長編み5の模様が 1,2,3,4,5,6,7,8 模様目と9模様目の間にマーカーをつけています。ここが袖ぐりになります。ここから1,2,3,4,5,6,7,8 模様目と9模様目の間、ここが襟ぐりになります。こちらのマーカーから1,2,3,4,5,6,7,8 模様目と9模様目の間、ここが袖ぐりになります。ここから袖ぐりを分けて編んでいきます。こちらの編み終わりは、長編み鎖が1ではなく細編みでつながった状態になっています。そして鎖編みが3目、この細編みの頭1本と足の1本に針を入れて長編みを編みます。これで一つの作り目ができました。これを繰り返して作り目を編んでいきます。鎖編み3目、そしてこの長編みの頭の1本と足の1本に針を入れて長編みを編みます。これで作り目が2回できました。鎖編みが3目、前の2本に針を入れて長編み、鎖編みが3目、前の2本に針を入れて長編み、これを繰り返して袖ぐりを編んでいきます。作り目が10回できましたら、先ほどつけたマーカーのところに引き抜き編みをします。もう一度糸を引き抜いて、ここで糸をカットします。これで袖ぐりが一つできました。反対の袖ぐりも同じようにしてつけていきます。マーカーのところに針を入れて糸をかけて持ってきます。鎖1で立ち上がって細編み、そして鎖編みが3目、細編みの頭1本と足の1本に針を入れて長編みを編みます。鎖編みが3目、前の2本に針を入れて長編み、これを繰り返して作り目が10回になるまで編んでいきます。作り目が10回できましたら、マーカーのところに引き抜き編みをします。もう一度糸を引き抜いて、ここでカットします。これでどちらも袖ぐりができました。
こちらは糸処理をしておきます。これで袖ぐりの準備ができましたので、次は身ごろと続けて編んでいきます。こちら左側の先ほど引き抜きをした隣、ここに針を入れてここからスタートします。こちらが表の編み地です。こちらが裏です。糸をかけて持ってきて鎖3目で立ち上がりです。鎖3目目にマーカーをつけておきます。同じところに長編みが1、そして次の穴を飛ばしてその次の穴に長編みが2、鎖が2、同じところに長編みが2、これを繰り返して編んでいきます。次の穴を飛ばしてその次の穴に長編みが2、鎖が2、長編みが2、このようにして次の袖ぐりのところまで編んでいきます。袖ぐりの作り目のところまで編んできました。こちらの作り目も先ほどと同じように長編みが2、鎖が2、長編みが2を編んでいます。これを10回繰り返します。作り目の10回が終わりましたら、先ほどと同じようにこちらの穴を1回ずつ飛ばしながら同じように編んでいきます。次の作り目のところまで編んできました。こちらも先ほどと同じように長編みが2、鎖が2、同じところに長編みが2、これを10回繰り返して最後まで編んでいきます。作り目を最後まで編んでいきましたら、最初の穴に長編みを2目編みます。そして鎖が1、マーカーの目に細編みでつなげます。これで1段目が編めました。2段目からは繰り返しになります。鎖3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。同じところに長編みが1、そして次の模様の鎖編み2のところに長編みが2、鎖が2、同じところに長編みが2、また鎖編み2のところに長編みが2、鎖が2、同じところに長編みが2、これを繰り返して最後まで編んでいきます。2段目が終わりましたら3段目、4段目と続けて編んでいきます。袖ぐりと身ごろを分けたところから5段編んできました。6段目からはこの長編み2のところが長編み3に変わります。鎖3目で立ち上がってマーカーをつけておきます。同じところに長編みを2目編みます。そして次の模様に長編みが3、鎖が2、同じところに長編みが3、このようにして繰り返し編んでいきます。長編み3、鎖が2、長編み3の模様を7段編んできました。
ここで糸をカットしてとじ針で糸処理をします。広げてみるとこのような形になっています。袖ぐりから袖ぐりまでは40センチぐらいになっています。長さの方は90センチぐらいになっています。円形モチーフから編むカーディガンの前編はここまでになります。後編へと続きます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。